皆さんこんにちは。ドクター優作の YouTube クリニックへようこそ。このチャンネルでは皆様からいただいた質問に一つ一つ丁寧にお答えしていきたいと思いますので、ぜひ最後まで聞いていっていただけたらと思います。今回の質問を読み上げていきたいと思います。睡眠の質を高めることは可能ですか？という質問です。この質問に答えるの第2弾動画になりますので、ぜひですね、まず一番重要なことを第1弾動画で話してますので、第1弾の動画も一緒にご覧ください。今回お伝えしていきたいのはですね、ポイント4つぐらい話していきますので、やってみましょう。まずですね、前回話せなかったことで、睡眠の質を高めるのにすごく重要なこととして、寝る90分前にお風呂に入るというのが言われています。聞いたことありますかね？睡眠というのはですね、体温の上昇と下降、これに睡眠の深さっていうのは左右されるんですね。で、一番人間がしっかり深い睡眠に入れるのは、体温が温まってからこう冷えていく、この過程の部分なんですよね。なので、寝る90分前にお風呂に入ると湯船にしっかり浸かってですね、15分以上湯船に使っていただけると、もう体がポカポカになるわけなんですね。そこから90分かけてぐーっと体温が冷めてくる。この冷めてきて90分後に入眠しやすくなりますし、入眠していただいた時に一番深い睡眠が得られるということが分かっています。なので私は今ですね、20時半に寝るぞということになってますので、19時のところでお風呂から出てくると。いうことをやっています。そして YouTube ライブをやるというような感じになってます。なので皆さんも寝る時間に合わせてお風呂に入る時間をコントロールしてみてください。で、次ですね、次のポイントは寝てる間の呼吸状態。息を吸ったり吐いたりするこの呼吸ですね。寝てる間の呼吸状態というのが関係していきます。で、よくですね、最近は睡眠時無呼吸症候群なんていうのが言われてるんですが、これどういうことかっていうと、まず一つはですね、人間こう仰向けで横になるじゃないですか。で、仰向けに横になってると、息を吸うときにお腹がこう圧迫してしまってですね、お腹の重さが圧迫をかけて、肺の膨らむのを押さえつけてしまうということがあります。で、人間の体にとって一番重要なのは酸素と水なんですね。で、この酸素っていうのがですね、しっかり取り込めない状態になると、回復が全然得られなくてですね、浅い睡眠状態になってしまいますので、息が吸える状態っていうのは非常に重要なんですね。内臓脂肪。お腹の脂肪がですね、肺を圧迫してしまうことのないように、僕のようにスリムな体をキープしていただきたいというのが、寝る時の、睡眠を深くするコツになります。もう一つはですね、呼吸をしやすくするために、呼吸筋っていうのを意識してほしいんですよね。もしくは、呼吸に関する体の柔軟性っていうのを意識してほしいんです。今皆さん思いっきり息を吸い込んでほしいんですが、思いっきり吸い込むと、肋骨がですね、ふわーっと上に動いてくると思うんですね。肋骨ってこうやって上下をする運動があって、息を吸うと上に上がってきて、吐くと下にしぼんでくると思うんですよ。このね、柔軟性が一般の皆様は非常に落ちてしまってるんですね。肋間筋、または肋骨の裏の胸膜というところが硬くなってしまってる。これが起きると呼吸がですね、同じ力で吸い込んでも広がらないという、これが柔軟性になります。で、じゃあ吸い込む力っていうのは何によってできているかっていうと、ここにね、横隔膜っていう筋肉があって、これがね、最も大きな呼吸の筋肉になるんですね。横隔膜っていうのは、焼き鳥で言うとハラミの部分なんですけども、ハラミってすごくコリコリしてるじゃないですか。あれって筋肉でできてるからなんですよね。筋肉とかいうか、筋張ってるっていうかね。それがお腹のところにですね、肺の下側をハンモックのように支える形で横隔膜というのがあります。で、これが上下の運動をすることによって呼吸っていうのはされるんですよね。なので普段からこうヨガの先生とかってよく深呼吸したりするんですね。で、深呼吸をしてトレーニングしているのは何かっていうと、この呼吸する能力っていうのを鍛えてます。で、この呼吸する筋肉っていうのも、横隔膜もほっとけばですね、筋肉がカチコチに硬くなってくるわけなんですね。なので普段からストレッチの意味を兼ねて、深呼吸を
していく。特に寝る前っていうのは一日ストレスがかかって硬くなってる体に深呼吸をして体を、そして呼吸筋を緩めていただければというふうに思いますし、また日中ですね、しっかり運動をしていただくことによってこの呼吸の筋肉っていうのは鍛えられていきます。はい、次ですね、寝返りがちゃんと打てますかっていうことになります。人間はですね、寝てる間に寝返りをすごく打ちますね。この寝返りがですね、寝返りたいという気持ちなのに、ご自身の寝ている環境や筋力の問題によって寝返れない状態が起きると体としてはすごくストレスになるんですね。なのでまずはこのベッドのマットレス、このマットレスがですね、硬さ、反発力がしっかりとあるかというのをチェックしてください。反発力が弱すぎる、例えば低反発マットレスとかだと体がですね、沈んでしまって寝返りがうまく打てないということが起きますので、あんまりですね、低反発すぎるマットレスというのはおすすめできないなというふうに思います。次ですね、寝返りを打つときに重要になってくるのがやっぱりここでも全身の体の柔軟性と筋力ということになります。体がですね、こうガチゴチだと、例えば肩甲骨が前に動かないと、こうやってね、こう寝返りを打とうとするときに体が動かないと体重が移動できないので、コテンと回れない、回転できないんですね。股関節の柔軟性もないと足のこう曲げの場所を使ってくるっと回るっていうのはできませんので、とにかくですね、皆さんは全身の柔軟性と筋力っていうのを、まあ、寝てる間も使えるようにすることが重要になってくるわけです。だからね、我々は毎日朝6時から6時半までトレーニングとケアをするオンラインサロンをやってるわけです。睡眠のためにやってます。本当ね、このプランを精神科医の先生たちに話したりするんですけど、先生それすごいねと、本当にこの世の中多くいる不眠症の人たち、睡眠薬を飲んでる人たちは先生のサロンに入ってちゃんとやっていただければ全員治すことが可能ですというふうに言っていただいてます。それぐらい威力があるのが僕のオンラインサロンですね。まずは寝返りを打てるようにするということ、最後ですね、最後はこれもうシンプル、運動してください。運動っていうのは3本柱ですね。スポーツ、トレーニング、ケア、この3つをやることを僕は運動するというふうに言っています。筋トレだけをしている人、これは非常にもったいないですね。筋肉が硬くなっていく一方ですから、ケアをしてください。スポーツだけをやっている人、これも非常に危険ですね。ある特定の運動しかできていませんので、ストレッチやセルフマッサージのケア、そして怪我予防のためのトレーニングをしてください。トレーニングもですね、昨日の YouTube ライブでもフィットネスクラブでマシンでやってます、どのマシンがおすすめですかって質問あったんですけども、正直言ってね、マシンだけだとっていうか、マシンばっかりやってると体にとっていい状態にはならないんですね。まあ、それが証拠にメジャーリーガーだったイチロー選手はですね、マシンでのトレーニングを一切やらないっていうふうなことを言われてますので、マシンのトレーニングを絶対やらないでくださいということではなく、マシンのトレーニングと一緒にですね、考えられたトレーニング、体の動きが良くなっていく、使いやすくなっていくトレーニングをしていただきたいです。一番大事なのは適度な疲労感ですね。シンプルに疲れていれば寝れると。最近よくですね、眠れないっていう相談ですとか、うちの子が夜眠れないんだけどって相談を受けるんですけど、最近の子供というのはですね、運動不足なんですよね。でマスクなんかつけちゃったりして、しっかりと呼吸もできないということで、まあ、とにかく運動をたくさんしていただければ夜眠れないという状況はひとまず起きませんので、運動しすぎてね眠れないっていうのはアスリートであるんですけども、皆さん一般の方の場合はそこまでっていうのはないので、運動をたくさんして夜しっかりと眠れるようにしていただければと思います。今日お伝えしてきたことをまとめますと、睡眠のですね、質を高める方法ありますかという質問に対してなんですが、今日は寝る前の90分前にお風呂に15分以上入ってください、使ってください、湯船に使ってくださいっていうことが一つです。体温が冷めてくるときに寝ると睡眠が深まります。で、2つ目が呼吸ですね。できるように深呼吸のエクササイズとか、肋間筋を緩めるエクササイズをした方がいいですよってこと。3つ目がですね、寝返りを打てるようにするために、やはりこれも考えられたエクササイズをしてください。最後、運動をしてですね、しっかりと疲れて寝れるような体にしてあげてくださいっていうことになります。まあ、最後ですね、付け足しというか一番重要なんですけど、睡眠において最も重要な時間帯っていうのは眠り始めてから90分間になります。でこの90分間の睡眠の質というのはですね、
上げる、そのコツがですねまだまだありますので3本目の動画でお会いしたいと思います。それではまた、バイバイ。